はい、どうもこんにちは。アメリカ2部でプロサッカー選手してます、井田光大です。今回はたまたま、知り合いの片付けに、小学校の方で夢について語っていただけないですかという話をいただいて、やっぱプロになるまで過程だったり自分が意識してきたことだったりとかは、まあ、子供たちに伝えれることもあると思うので、ぜひということで、今回小学校の方に行ってさせていただきます。自分にとってもすごくいい経験になると思いますし、このような機会ってなかなかないので、少しでも小学6年生の子たちに何か伝わればいいなと思います。では聞いてみます。
はい、ということで今無事終わって帰宅しました。緊張した。今回話させていただいたことが自分が 100% 今できてるってわけでもないですし、やっぱりたまに、大変なことが起きたら落ち込むこと未だにありますし、この先どうなるんだろうって思うこともあるんですけど、まあ、今回子供たちの前で話させていただいて、さらに責任感というかそういうのも強くなりましたし、まあ、自分が子供たちにうまく伝えれたかは分かんないんですけど、まあ、むしろ自分が得れるものが大きかったというか、なんかさらに刺激をもらえて、本当に今回このような機会をいただけたことにすごく感謝してます。質問とか感想も子供たちたくさんしてくれたんで、そこのところ本当すごく嬉しかったですし、一緒にボール蹴ったりミニゲームするのもすごく楽しかったので、にとってすごく大きな経験になりました今回。まあ自分はまだサッカー選手としてはまだまだなんですけど、まあ、これから活躍していってもっと大きくなって、今回の経験というか今回の話が子どもたちにとってさらに大きい価値になるように、これからもっと自分頑張っていかないといけないなと思いました。このような機会をいただけた豊田小学校さんにとても感謝したいと思います。ありがとうございます。ということで今回最後まで見ていただきありがとうございました。良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では失礼します。